今回紹介するのはレシピ公開イ・ミエモンと絶対秘密コカ・コーラどっちが賢いという本です。知的財産への認識が正されたと感じてました。個人的には特に特許取得によるリスクの側面を新たに認識でき、仕事柄非常に有益でした。記述も平易かつユーモアがあるため、高校生でもスラスラ読めると思います。良書であるがため、下記についてもう少し説明があると、さらに理解しやすくなると感じました。1、特許そのものの機能。特に係争時に何を保証してくれるのか。逆に保証されない事項や例外はよくわかりました。2、本書の肝である知財コミュニケーション力の概念図と概説、さらに欲を言えば、その各パーツと以降の章との対応関係。3、アイデアを特許出願せずに取得する場合に行うべき取り組み、特にアイデア発想時の思考をどう残すかと、秘密を知る人材をどう扱うのか。4、裁判となってしまった場合の戦い方の定石、特許を取る選択をした場合に必要なコミュニケーション力になると思うため、以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。